回は前回に引き続きフリートウィーク期間中の艦艇公開とイベント会場に来場された方に行ったインタビューの様子を引き続き大久保山荘とお届けいたします。それではタイトルコール行ってみましょう。フリートウィーク期間中、横浜新港では潜水艦大芸、護衛艦白縫い、横浜港大桟橋では護衛艦出雲、熊野、山下ふ頭では護衛艦愛宕、輸送艦国崎の一般公開を実施しました。それでは艦艇一般公開の様子をご覧ください。本日特別公開されている潜水艦大芸の前に来ました。横浜新港に潜水艦が止まっているところを見られるなんてなかなかありませんよ。では大芸に乗ってみようと思います。今回残念ながら艦内を公開することはできませんでしたが、一般の方でも潜水艦の上甲板に乗ることができました。潜水艦は機密が詰まっているので厳重に管理されております。潜水艦の深さを浅くする方向の鍵。実物を見ながら貴重な豆知識も聞けましたよ。これは深く潜る時の状態です。続いては護衛艦白縫いに乗艦します。乗組員が敬礼でお出迎え。護衛艦に乗れる機会もなかなか貴重ですよ。格納庫の中に入ると白縫い御朱印のプレゼントが、さらに自衛艦機をバックに記念撮影も。さあ次は横浜大桟橋で一般公開を行った護衛艦出雲です。格納庫から巨大なエレベーターで甲板まで上がりました。普段はヘリコプターなどを乗せているので大きくて当たり前ですよね。出雲は長さ248メートル、幅38メートル、海面から甲板まではなんとビル4階の高さに匹敵します。広さはテニスコートでおよそ36面分あります。エレベーターも船体もとにかく大きいですね。最後にイベント会場に来てくださった方々に缶詰めについて聞いてみました。缶詰めはご存知ですか？はい、もう学生時代からずっと見てました。そうなんですね、はい、珍しい。それまたなんでどこで見つけて？そうですね、もともと公務員になろうとは思ってたんですが、その中でどこの省庁とか選択しようかなって考えた時に、ちょっと自衛隊ってかっこいいなっていう気持ちはあったので。じゃあもうハマっちゃって結構見て。そうですね、見てますね。なんか船の中とか撮影してる企画とか、その職員の方に話聞く本とかもあるので、幅広いじゃないですか。いろんなことやってるんで面白いなと思ってハマっていきました。今一番推してる回とかありますか？一番推してる回ですか？なんか個人的にちょっとネタに走っちゃうところはもあるんですけど、なんか農林水産省とよくコラボされてるじゃないですか。ああいうのってちょっとなんかこう真面目なイメージからちょっと面白いっていうところで。今後の缶詰になんか期待することとかありますか？ネタとか。ネタですか？そうですね、やっぱりこういろんな省庁ある中で、こう多方面いろんなところ、例えば農林水産省さんだったらこう法務省コラボみたいなこと多分知ってたりすると思うので、こう多方面にアピールできたらいいんじゃないかなって思います。わかりました、参考にさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。前回
伝統感触点灯式に参加してくれたお二人にもインタビューしました。海上自衛官がどんなことをしてたら見てみようかなって、どういうネタだったら見てみたいなって思いますか？大きい船のこんな船があるよっていうのを紹介してもらって、ラインナップを全然わからないどんなのがあるよ、なるほど、まあ、どんなことがあるか、その船の内部じゃないけど全然外側中ですね、今もうすでに 何個か出してるので、もしよかったらちょっとチェックして、はい、ぜひご覧ください、はいはい、お時間ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、私たち海上自衛官なんですけれども、はい、公式の YouTube チャンネル持ってまして、はい、あらその中にですね、ナウイ缶詰というコーナーが、缶詰で、あの制服系 YouTuber っていう、制服系公務員 YouTuber いいんですか、副業は大丈夫ですか？任務として、任務として、はい、なるほどなるほど、やっております。素晴らしい。あの、ご存知ではない缶詰、初めて聞きました。ですよね。はい。どんなことを自衛官が、はい、海上自衛官が YouTube でやっていたら見ちゃうか。ああ、なるほど。なんか個人的な自撮りでなんかやってみたとか、なんか本気出してみた系すごい見てみたいですね。自衛官の本気で。はい。なるほど。踊りでもいいですし、筋トレでもいいですし。その、それぞれの皆さんの顔が見えるようなリアルな感じ、はい、あー、なるほど。いや、めちゃくちゃいいアイデアをいただきます。ありがとうございます。こちらこそです。あの、お話がお上手でいらっしゃるんですけど、はい、宣伝していいですか？ランドマークタワーの10階で FM 横浜で僕はラジオ DJ をさせていただいております。お声はとっても素敵で、ありがとうございます。たまたまお声をかけて、あの、出ていただきました。ありがとうございました。まあ、もしよかったら、はい、あのこちら今日帰ってちゃんと検索して、了解です、チャンネル登録をして、はい、見ていただければと思います。高評価もして、はいはい、カットされてないか見ときます。はい、ありがとうございます。いろいろな方々にインタビューしましたが、缶詰の知名度は今一つ、それほど知られていませんでした。見たい動画の要望など確認できましたので、もっともっと海上自衛隊を知ってもらうため動画配信をしていきます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。